今日はですね、このところね、需要がね、大きく伸びてきています、介護車両、について、ちょっと説明させていただきます。これはね、軽自動車、ですけれども、後ろにね、座椅子付きのね、介護手押し、車がね、乗るようになってます。前も後ろもロックがついてますので、安全に、運ぶことができます。ケアは本人を中心にしてケアを選択していきます。そしてパーソンセンタードケアは本人のこれまで生きてきた歴史や本人が望むこと、そして人間性やその人らしさを重視し、本人が今体験していることに耳を傾けることにケアの重点を置く考え方です。これまでのケアでは認知症の病気の部分を中心に捉え、診断と様々な症状にどう対処するかということを考えてきました。つまり認知症という病気に視点を置いており、人を理解するという視点が足りなかったということです。しかしパーソンセンタードケアでは、病気の理解は大切であっても、病気を抱えた一人の人として理解する視点を持つことの重要性を指摘して、 D さんは娘夫婦と孫と一緒に生活しています。以前は社交的でしたが、最近ではお客さんが来ても挨拶もせず、無表情のままじっと相手の顔を見て無言のままどこかに行ってしまいます。一方、毎日決まった時間に決まった行動をします。朝は6時に起きて、朝食は7時に食べ、9時になると毎日同じコースを散歩して、10時になると迷わずに帰ってきます。昼食後は13時半になると車で出かけようと娘にしつこくせがみます。15時半には乾いているかどうかは関係なく洗濯物を取り込みます。夕食は17時に食べ、19時には寝ます。また同じ銘柄の牛乳を食事のたびに飲みたがり、それがないと牛乳ちょうだいと繰り返します。さらに看板や張り紙を見ると声に出して読むといった行動が見られるようになりました。なぜこのような症状が見られるのでしょうか。 D さんのこれらの様子は前頭側頭型認知症の症状に当てはまります。前頭側頭型認知症はその名前の通り、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮するタイプの認知症です。このようなですね、介護人材の不足等によって、実はさらにですね、認知症介護の現場においてもですね、教育上の課題、あるいは認知症ケアの課題というのがいくつか上がってきています。で、一つはですね、まずその人材不足ということで、まあ、介護業界も非常に人手がずっと足りない慢性的な状況が続いておりますけども、特に未経験者、あるいは他業種からの参入とかですね、退職の方が前パートとかアルバイトで入ってきたりとかですね、まあ、非常にこの認知症介護を経験あまりしていないですね、初任者の方がまあ従事する機会が増えてきたということで、初任者増加というのが一つの課題として挙げられます。また二つ目は、それら初任者の方が増えたことによって、まあ、いわゆる認知症介護のエキスパートの方と初任の方がですね、まあ、一つの事業所の中にまあ混在することによって、この簡単な説明です。で、先ほどお話した、初任者用の、いわゆる認知症介護教育というのは、この黄色い一番下にあるですね、認知症介護基礎研修というものが、2016年度から、国で行われています。
で、2000年からそれまではですね、そのいわゆる実践者、いわゆる普通の職員ですね、そしてそのリーダー、そしてさらにその上にですね、地域の指導者となる、こういう3階層型の研修の行動というのが2000年から20年ほど、国の事業として行われているんですが、先ほどの初任者対象の基礎研修というのはまだ始まって間もないわけです。で、2016年度から開始されましたが、その時の研修の形態というのはですね、この e ラーニングと実は集合型の教育のブレンド型の形態でした。そして実は今年度ですね、2021年度から、国のまあ方針としては、いわゆる初任者、介護の初任者用の認知症介護の標準カリキュラムなんですね。で、大きくは4つの柱で教育内容が決まっておりますけれども、まあ、1つは制度ですね。今は認知症施策推進大綱というですね、まあ、国の方向性を知るということ。また2つ目は、ケアの理念に関すること。認知症ケアの方向性に関すること。これは3つ目は、認知症とは何かといったですね、まあ、認知症自体の病態の理解であるとか、まあ、あるいは症状がどのようなものがあるかという、お話。まあ、基本知識のようなこと。また4つ目は、実際どのような認知症ケアの方法が望ましいかといった基礎技術に関する内容から、まあ、標準カリキュラムが構成されています。で、この国で定めています、基礎研修標準カリキュラムというのに踏まえまして、実は私どもでは、この e ラーニングに、この内容に関した確認問題を、講義を視聴する前にやっていただく。で、やっていただいて、最後終わってからもう一回同じ問題を、まあ、ここでやっていただいて、その回答、解説を行うという形にしています。ちょっと具体例をお話しますと、例えば、事前事後確認問題は1問ですので、まあ、非常に簡単なものです。ところが、まあ、選択肢5つの中から、まあ、正しいものはどれかを選ぶだけなんですが、ただこの選択肢はですね、講義、そこの単元の講義の内容全般にわたるものをまんべんなく選択肢にしておりますので、まあ、全体を知らないと、まあ、正解しにくい問題になっています。で、この問題をですね、終わってからももう一回やりまして、で、この回答、解説をするんですが、この解説の内容はですね、その練習問題をやる前に見た、視聴した講義動画のスライドを使って解説します。そのことによって、実はここを繰り返しやりながら、実は学習内容を少しずつ深めていくような機能を期待しています。それから4点目ですけれども、このようなできるだけですね、学習のですね、コンテンツに使う素材なんですが、まあ、できるだけそのマルチメディア素材ですね、まあ、映像、音声、イラスト、すべてをふんだんに使ってですね、できるだけその学習者が普段その業務の中で体験している状況をできるだけリアルに再現する。そしてできるだけシンプル、簡易にですね、再現するような作りを意識している。今回ですね、私どもでちょっと工夫したのはですね、その制度政策をですね、地域、全国で行われているその制度ごとの、政策ごとのですね、取り組み事例を、まあ、写真、あるいは動画でですね、全部拾ってきて、この中に組み込んでいったというのが一つございます。それからもう一つはですね、例えば、これは一章のですね、認知症ケアの理念のお話ですけれども、こちらですね、趣旨は、今認知症ケアの方向性というのはですね、その認知症をよく理解するということよりも前にですね、その認知症という病気ではなくて、認知症にあった人そのものを理解しようと、いわゆる当事者理解、あるいはご本人理解というコンセプト、理念がございます。で、その時にですね、認知症という病気より前に、その認知症もたまたま持っている、その人を全体的に理解しよう、全人的に理解しようというお話をしても、実は全然伝わらないんですね。で、どうするかと言いますと、実はこれは認知症のご本人たちにインタビューをしてですね、ご本人たちが今どう考えていて、日々どう暮らしているかという動画映像、インタビュー映像を実写で撮ってですね、で、3人ほどですね、その様子をですね、実際に学習者に見ていただくという機会を用意しました。そして、これを見ていただいた時の各々の感じ方というのがあるので、そこは学習としては強制しません。そして、人格理解の重要性ということについて、その後に講義を行うと、講義動画を用意しています。
で、ここでもですね、ここが練習問題ではなくて、前後に、認知症に対するイメージや印象を前と後で、e ラーニングの中に用意しています。そして、この動画を見て、5人の声を聞いて、そして、その講義動画を見たときに、自分のイメージがどのように変わったかという、その見方の変化を自覚する機能を作っています。はい。それから最後ですけれども、なかなか e ラーニングはとても効果的なものではあるんですが、どうしてもですね、一方的な学習になってしまって、やはり学習意欲も下がりますし、なかなか視聴だけではですね、効率的に学習がしにくいということで、できるだけ e ラーニングの機能の中にですね、参加型、あるいは双方向風的なですね、学習機能の場を設けました。例えばこれは4章、最後の章でですね、認知症ケアにはどういうコミュニケーションを取ったり、どういう方法をしたらいいかと、いう単元なんですが、例えばこれはですね、佐々木さんという認知症の方がいらっしゃって、職員さんがいろいろ声かけをしている介護事例動画というのを、ヒーラーニング教材の中に作っています。で、この時に、この一連のこの職員さんの関わりを見てですね、はい。そして、何か気づいたことや感じたことを、実は3つほど書き出すという機能を作っています。そして、感じたことや気づいたことを書いた後にですね、はい。実は、他の方から出てきている意見を紹介して、この方たちの意見を見て、また自分の考えが変わっていれば、もう一回、書いていただくというような構成にしています。で、その後に、いわゆる解説動画、講義動画をつけているという構造になっておりますので、いわゆる双方向では、技術動画、動画マニュアルとして用意してあります。この両方で学ぶことができます。そしてこの動画マニュアルや手順書を見ながら学んだものをここで確認テスト、学習した内容、理解度をここで自分で確認することができます。そしてそれが終われば、いわゆるメンターとかですね、あるいは OJT 指導者と一緒に到達度評価を一緒に話し合いながらしていく。そして次の目標を立てるといった。このサイクルを繰り返していくという、いわゆる OJT にですね、いわゆるこういう ICT や IT を導入した良い例かと思っている。で、これは介護の世界でも、これの一部を利用できるんではないかと思っていますが、ただ、ここに e ラーニングの仕組みをどのように結びつけるかということですが、実は、ここのですね、動画を見て自分で確認した、この確認テストの際の解説にですね、実は先ほどの e ラーニング学習のコンテンツをつけてしまう。で、そうしますと、自分が理解していないところはですね、講義動画とか説明動画をここで見て、はい。で、ここで理解度を深めた後に、いわゆる OJT 指導者等とですね、一緒に達成度評価をしたり、次の目標を決めるというプロセスが組めるんではないかということで、できるだけその e ラーニングをですね、研修としてだけ活用するんではなくて、その業務の中でですね、いつでも学習している人、働いている人が参照できるですね、この技術マニュアルとその e ラーニングを連動させる。そして、この業務の補助的な役割と学習を兼用してしまう。そんな実践的な学びというのをこれから推し進めていただければなと思っております。で、最後ですけども、今日はちょっと短い時間でしたので、十分なちょっとお話ご説明ができなかったと思いますので、詳しくは、認知症介護基礎研修 e ラーニングシステム、あるいはですね、この研究事業の内容につきましては、この DC ネットと検索していただければ、報告書等が無料でダウンロードできるようになっておりますので、どうぞよろしくお願いします。で、以上ですね、私のからの報告を終わりたいと思いますが、ぜひ皆様からですね、たくさんのご意見、またアドバイス等をいただけたら幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。はい、安部先生どうもありがとうございました。非常に、分かりやすい内容で、かつものすごくさまざまな工夫をされているなという、そういった、内容だったかなというふうに思います。